こんにちは。しまった、予約を取ればよかったな。3時半だったか。うん、土曜日なんでね、みんながいるから。キングでもね、結局やり直したやり直しました。こさらトムクヌディンさんいらっしゃい。いじけたありがとう。若葉とおたすけさんいらっしゃい。若さはクロムゼさんいらっしゃい。若さはそらさんいらっしゃい。マコサハフェアさんいらっしゃい。ミネルワクツサーが物欲さんいらっしゃい。うん、通常枠でやるわ。寝ようか。やどうや。お金が47万か。煙玉をカエルだけ買って、アイテム屋さんってあったっけ。ここのりさんいらっしゃい。あ、この人か。こんだけか。で、あとボア買って、弾薬？こんなもんかな？あくつです。12個目さんいらっしゃい。あくつですよ。ロクちゃんいらっしゃい。もうラスメンだけ。いや、ラスメンじゃない。今からね、向かいに行く。行くですよ。これは今日クリアルで、ないかな？ないと思うんだけど。金はあるんすよ、金は。とりあえず4つの神殿って言われてるやつの1つは終わったよね。エッタか、エッタは終わりました。冷や中がうまい季節になってきた。うん、具材は切ればいいじゃん。チョキチョキ。ゾラから南だってよね。南にゼナがいたはず。コンプ君、シンさんいらっしゃい。今日クリはないかなと思うんだけど、どうなんだろう。ここだっけ。ん、ここって何だったっけ。ん、ここは何だ。ワープしたかも。あ、こじゅなさんいらっしゃい。あ、そこはワープか。うん、ワープやね。じゃあこっちだったかな。グリフ。聖騎士。みんな何してたの。靴リンドさんいらっしゃい。まあまあですね。今日なんでアーケーの日なの。5月13だよね。スライムモリモリドラゴンクエスト3やってた。面白い？お仕事？読書か。
近かったよねこれね。東にいたはずなので。お昼寝してた？そうな。テルナちゃんとお別れか。さあラスメンになりますよ。ねえなっちゃん。 G のイカとカマキリ一人でやってみたけどまだ勝てない。ああ水晶玉だ。これで私も力を出すことができる。わしはそなたの仲間となって共にラゴンと戦いたい。はい。わあラスメン、ラスメンだよ。 MP4000 だってかつて見たことがあっただろうか。この MP の量 HP より大きいってすごいね。これはこの世界一の大魔導士っぽいからな。よし、じゃあもう一度エンタの塔を通り抜けて見つけたとこ行ってみよう。いや、ないな。たまりに溜まってますね。溜まってますね。ちょっと放出させてあげよう。このまま行こうか。チュア、紅桜さんいらっしゃい。同士がこんなところに、うん、ある意味封印されてた的なやつなのかな。普通の鍵で開いたんですけどそうだね、強力な魔法ガンガン使える。あこつ、タイトーさんやロクマはまずくないか。いらっしゃい。いつも変な RPG やってるお姉ちゃん、こんにちは。こんにちは。これは変ではないぞ。有名なミネルバトンサーバです。あかつ、いらっしゃい。今ザンになってるのか。ちょっとここ奥まで行くとは思わなくて、ざっくりしかしてないからもう一回行きますね。のと、ここを開けて、ああ喉が、そうですね、続編がありますね。ゲームセンター CX のゲームやったことある？なんだろう、龍剣伝ぐらいですかね、私やったのって。アリの課長がやったやつ。なんか知ってる？他に。こんちゃん、さやくんいらっしゃい。こんちゃん、一応温存しとこうかな、ゼノの MP。 あ、CX のゲームってこと？いや、ない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 、出てたね、DS で。確かいろんなゲームできるんだっけ。やったことあるん？みんなは。面白いんだ。レトロゲー好きにおすすめだって。ここにあったか。キングダムのマップの配置ランダムだと思うけど、多分あれ積み配置ある。うん、私何回かあれした、リセットした。この配置やだなって思って。あ、ほんと？ゴッドハンドまであと1つ。配信でしか見たことない。そっか、見たことはないのか。ここに行ったんだな。はい、行ってらっしゃい。
買い物買い物。今日天気悪かったね。午前中結構激しく降っててさ、びっくりしちゃった。ジェナって洞窟にいた記憶が、うん、いたね。あ、今も降ってる。お前は俺に発情するのだと思う。ひとつなコロリさんいらっしゃい。あ、この人じゃなかったな。この人じゃなくて、オッピーの。こっちはね、もう晴れてきたよ。あそこは宝箱だったね。宝箱だったから、逃げる。うん、そうだね、黄砂とかな。少ないというね、雨降ってた時って。くのさん、つえさん、66個目さんいらっしゃい。このゲームクリアに大体140以上は欲しい。あ、レベル？そっか、128でちょっとあれだって物足りないらしい。サムネイル可愛い、ありがとう。あくつ、そらさんいらっしゃい。レベルクリア狙えるぜ。うん。よし。うん、ジェナ仲間にしたよ。じゃあ、あまり逃げずに戦おうか。昔のゲームなのに画期的な戦闘システムしてる。今これがね、アクションになってるもんね。何かとボタン押さないといけないって。そうだね、次アゴーラだね。なんか孤独の呪いがどうの言うてたけど、食材をダブらせたりするな。孤独の呪い？もうどうした？いや、今からだよ。ここですね。あれは普通のモンスターだな。扉ばっかりだ。インレスピーター。なんだろう。てんてんてん。せやな。あー、鍵だらけだよ。ケムタ、ごそごそ。この敵愛戦士ニコルで見たことがある。何そのゲーム、愛戦士ニコルだって。脳みその敵見るとスターフォックス64思い出す。重いかね。なっちゃん見えない。自分のベッド行って。
強いな、ソハオ。なんかいる。きっとあれだよね。あれ、ザコモンスターっぽくないよな。マントひらひらしてる。うん、ドラゴンの危険はね、ぼちぼち。かな。マグネットマンだ。これは一方通行かな。分岐ないね。風もないのに。隙間風があるんかもしれん。うん、そうだね。復讐の神だったっけ。あと1でレベル30。あ、デスナイトだ。チェナ大丈夫か。よし、じゃあ一匹にして傭兵を出そうか。よしよし、もう余裕ですね、デスナイトも。このゲームって続編なかった？シルバーサーガっていうゲームがあったみたいです。ここら辺までで、ゴッドハンドにしておきたい。わかった。私は滅亡の神、アゴーラ。あ、愚かにもお前は落とし穴に落ちた。お主の仲間は我が手の内にある。お主に孤独の呪いをかけよう。お主はたった一人で滅んでいくのだ。あれ？落ちたのか。今一人ってこと？やめてやめて。もしかしてこれが理由でゴッドハンドにしておけってこと？いるじゃん。コンくん、こんにちは、いらっしゃい。そういうことかな。わ、ほんとだ。大丈夫だ。怖くない。怖くないだ。整列してくれてる。なんか寂しいですね。一人に落ちた。傭兵出しましょう。あ、どうしちゃった。ここが、なんだったっけ？アゴーラね。落下地点から、こっちね。孤独の呪いが。簡単にくつろいでいる。あれ、ルーナちゃんだよね。ちょっと強い男になるか。ジェナはまた別のとこ飛んだってことかな。待って、裏切りの洞窟を思い出すね。あいつは本当にルーナなのか。モンスターではないのか。ゴールドセイントに早く。
繋がってますね。繋がってて、扉。呪いとは何なんだろうか。100メートルぐらい100メートルぐらい孤独だったかな。いやでもルーナじゃないかもしれない。Who are you? あぬるーっと仲間になってよ。ぬるー、きっとこれはルーナちゃんだな。さらなど書いた、いらっしゃい。ファンタオレンジ、オランジーナにしなさい。大したイベントメイクぬるーってついてきた。ここルーナね。うん、忍び寄るルーナだったな。じゃあこっちに行って、ケムタ、逃げて逃げて嫌い、オランジーナ。あんたはちょっと甘いんだな。大丈夫かなこれ。ボール。てんてんてん。気持ち悪いね。わわわ、なんか撃ってきてる、撃ってきてる。どれぐらい？あ、でも弱いな。何を言おうとしたんだろうね。あ、でも減ってる減ってる。傭兵。それ以上はダメだ。私の思考を読まないでおくれ。何でもいい。今あのブラッドオランジーナって出てるね。あれが好きだな。読むとしたら。アクです。ウータンいらっしゃい。ジェナを探さねば。離れ離れになっちゃった。で、速攻で 100m 先にルーナがいて、ブラッドオランジーナ。私なんて言った？ブラッドオランジーナ。ぴょん。さらにはジュースタイプのカロリーメイトだけどカロリーメイトだぜ。あ、ブラックに聞こえた。よし。これってさ、出した傭兵全員が経験値もらえるのかな？倒した人がもらえてるのかな？よくわからないよな。ニャンパス、ゲラガニさんいらっしゃい。こんにちは。逃げる。あそこってなんだろう。罠かけかな。下。逃げる。ゼナが隠れてたりそういうのはないよね。参加してる傭兵全員に経験値同じだけ入る。ありがとうございます。了解。ゼナだけ処刑されてたの怖い。短い旅路だったね。これがゼナですって言って生首持ってんだね。
った、ゴッドハンド。なったよ。え？色変えて。なんか兜がちょっと違うけど。こっち見て、こっち見て、こっち見て。金ピカを想像してたんだけど。見た目がどう？ロボになる。ロボットっぽかったね。私あと一人かじゃあ。じゃあゴッドハンドになったのであればどうすんだ？他のあと二人をレベルアップさせた方がいいのかな？もう三人でいいよね。ベルセルクみたいになるけど。ちょっとドットイじゃ厳しかったかな。私がゼナだ。五人とも？なんかいるんかな、五人とも。わかった。もしかしてステゴマみたいに使うってこと？傭兵を？最初傭兵全員に戦わせて、あとはみたいな。怖っ。あ、でもゴッドハンドに変わったらなんか格段に違うって言ってたかな。それが傭兵ですよね。あ、そうか、本来あるべき姿ってこと。いやー、彼らは散るのですね。じゃあ一人ゴッドハンド出してキースを出そうか。キースやられないかな、これ。950だよ。あ、早い早い早い。無理無理無理。もうちょ、あ、もう死んじゃうかな。ここじゃちょっと厳しいか。よし。今のでよかったかな。難しいぞ。うまポール。あ、サーコンがよかった。あー、どうしちゃったか。もしかしてグルーとするだけかな。違うよね。傭兵は米部見てても代わりに倒れてくれるな。ケム。うん、130になって。あー、どうしちゃった。加減がむずいな。はい、お疲れ様でした。これぐらい出して、じゃあかルート。あー、危な、怖っ。いけたいね。熱々。あー、怖っ。上に階段があるな。